おはようございます。キュートハウスです。今日は2022年2月15日ですね。昨日はバレンタインデーだったんですけど、なんと鱗七番ちゃんが生まれた日なので、鱗七番ちゃんの名前を何にしようかなと考えてるとこです。ニックネームですね。本当のお名前が決まるまでの。チョコにするか、チョコにしようかな。はい、今日も相変わらずルーちゃんは元気ですよ。朝一のご飯結構食べましたね。あんまり朝一のご飯って食べない子が多いんですけど。はい。現在、インコさんは7話です。貼ってあります。間違えるといけないから、天候ね。鱗さんが3話と、小桜が、ちっちゃいのが3話と、ルーちゃんの合計7話ですね。一番手前にいる子が、一番ちゃんのシナモンちゃんです。順調に白くなってますよ。綿雌っていうのかな。そんで、右にいる2羽が小桜のトコちゃんとのんちゃんの1番ちゃん、2番ちゃんですね。まあ1番ちゃんがルーちゃんとぴったりなのでね。でももうちょっとしたら離れなきゃいけないのでね。1、2、3、4、5、6、中にもう1羽ね。イマルちゃんの1番ちゃんのノーマルちゃんがいます。してるかな、見えるかな。一番ちっちゃい子ってね、ど真ん中に入る習性があるんですね。鳥さんっていうかひなさんね。だからね、ちっちゃい子はもう中に入ります。でそれをね、みんなも許容してるので、まあ暗黙のルールなんでしょうね。ちっちゃい子が外にいるってことはなくって、いつもね、潜り込んできます、中に。みんなの足からグッ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 と入って、やっぱり保温のこともあるんでしょうね。はい。ルーちゃんは一生懸命ご飯食べてますけど、全然2回餌でお迎えなんですけど、2回餌になる気配が全くなく このちっちゃい子ちゃんたちと一緒に4回食べてるのでね。まあでもきっとある時、瞬間に、ある日瞬間に、食べなくなることが、大丈夫かい？大丈夫かい？こういう時どうするんだろうね、鳥さんって。大丈夫かい？このまんまで、鱗さんは寝ちゃうこともありますから、大丈夫なんですけど、どうするんだろう。頑張れ。どうするんだ？どうなるんだ？頑張れ、頑張れ、頑張れ。横には向けました。おお、頑張りました。危なかった。そうだな、ルーちゃんはあと1週間ぐらいで飛ぶと思います。ルーちゃんが飛ぶなんてね、ルーちゃん。今日はね、3時半に、大合唱をしましたので、差し絵をしたんですけど、ルーちゃんは僕は食べませんよって顔して、いつもだったら寄ってくるんだけど、ぼーっとしてましたね。なので他の子だけ
ました。3時半で今2回目あげたから1、2、3、4、5回ご飯だね。今4回でいいんだけどな。まあ5回でもいいけど、この大きい子ちゃんたちね、今日で2週間の子たちは4回でいいのでね。でも下の子に合わせたら5回になっちゃうんだよね。すごく食べますよ。ね、みんなでね、一緒にいてて、今が一番幸せな時ですね。ルーちゃんもね、すごい幸せなの。誰かのところに行ってね、可愛がってます。昨日この下に敷くやつとか、他のあの広葉樹マットの床材をホームセンターに行って買ってまいりました。洗い替えがね、たくさんいるので。ね。気持ちいいね。やっぱりね、この下に引いてるやつもね、冷たいとね、なんかこう、くつろがないっていうかね、やっぱりあったかい、あのフリースの生地みたいなのがお気に入りですね。洗濯とか大変なんですけどね。やっぱりなんか広葉樹マットとかの床材はね、なんか巣箱の中でそうだから気にすることないのかもしれないけど、なんかくつろいでないというか、なんというかね。はい、今、もうジャスト9時になるので、おっきい子ちゃんたちの包丁をしていきます。はい。では、里親さん引き続き募集しておりますので、よろしかったらご連絡ください。さっき昨日の夜、女の子1羽、うろこさんご希望だって方からご連絡はいただいてて、シナモンちゃん2羽と、その女の子、まだ詳しい話までは至ってませんけれども、ご希望をいただいてますので、先着順になりますのでね、よろしくお願いします。どこ行くの？どこ行くの？みんなから離れると寒くなるよ。あなた本当に動くもんね、こっちこっち。はい、失礼します。るーちゃん、ご飯終わった。るーちゃん。乗っちゃダメだよ。ルーちゃん大きいでちょ。ルーちゃん。もぐもぐしてまーす。ルーちゃんだいぶ羽が生えてきたね。足のところっていうかね、胸の周りがね、綺麗な薄いブルーなんですよ。それがね、だいぶ出てきたね、るーちゃんね。うんちしないでよ、そこで。るーちゃん、るーちゃん、るーちゃん、みんながびっくりしちゃうじゃん。私が一番びっくりだけど。上に引いた後、ここにアンカーも置いてます。寒い子はね、ここにぺったりくっつきますよ。はい、では。さようなら。